れて打ちました。おっとこれを掴んだ。チームの次を上げてくれるようなプレー、見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。抜ける。ホームに送球。
まず最初のボールを決めていきました。期待しましょう。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウト。2回の表、2回表に入ります。追いかけるスワローズの攻撃、バッターボックスは6番ウギ。ファイターズ点差をつけて2回を迎えています。打ちました、山田取って、バッターボックスには指名打者のヒットでランナーを一塁に置いています。インコースストライク、大きいボールは外れます。ファーストの左抜けました、三塁へ送球、ファイターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボックスは9番ブリンソン。まあ、ファイターズとしては急に数しっかり抑えないといけませんね。ストライク、はい、さあここはしっかり守りたい。攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入ります。内野を抜けていきます。交代した佐々木、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打った、センターに大きな打球、センターオーバね、さっきのタイムリーで乗ってるのに打ちました。引っかかった、セカンドランナー三塁のマーク。
ク。この打球は出ました。Bye.
ツーストライクと追い込んでいます。さあ打ちました、センターに抜ける、ホームに送球する、5番バッター石井、ここは一球やってもいいんでしっかりアウト取りたいですね、はい、さあここはしっかり守りたい、変化球でまず空振りです。2球目打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。打順は6番エブン、まあファイターズとしてはこれだけ点差があるんで気持ち的に楽にピッチングできますね。ストライク、そうですね、これが2球目打ちました、ワンバウンド引っ込んでました、サードランナー、バッターボックスには指名打者の小野坂、打順は1番に帰ります。バッター柳田、前の打席を
ありません。打ちました、浅いフライ、ヒットになった、ランナーを飛びました。6番バッター、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでバッターが1塁に向かいます。打ちました、2塁の初球、2塁が7番バッター、山田。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりもらっておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。改めてお聞きしますが、この山田どういうバッティングスタイルなんでしょうか。そうですね、まあ、それと力のバンドもありますけど、今回はフルスイングで長打を打ちそうだったんですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。このチャンスは空振りの三振、2アウトになっています。1アウトには8回の